いい機会だったかもしれません。え？あなたが本当に元刀剣士だというなら手合わせをしませんか？勝負あり！今回も優勝の座を奪ったのはこの男、チャンピオン、フーター。例えば俺がチャンピオンから王女の紐にジョブチェンジしたとして、職業、それはこの世界のあらゆる人間が生まれながらに宿す才能の道しるべ。誰もが職業の示す適性に導かれ、その天職を得る。傭兵、経営者、道化師、侍従、そして見ねえ顔だ。金は持ってんだろうが。おい兄ちゃん、聞いて。仕事をくれないか。仕事だ。お前職業は、まさか無職ってんじゃねえだろうな。だとしたら仕事はないか。話し相手になるだけで30万。ああ、本当はこんな非合法の依頼預かるのも嫌だったんだがな。前金5万も受け取っちまったもんは仕方ねえ。お前みたいなやつにはこれくらいしか。これを引き受ける。また人の話よ。その金で飯をくれないか。もう一月ろくに食べてないんだ。ふん、5万、無職の不老者にうちで食わせんなら妥当な線だな。食ったらとっとと出てってくれよ。待ち合わせ場所は路地裏の旧噴水広場。この先か。それにしても奇妙な依頼人だ。話し相手になるだけで30万とは、一体どんな事情があるのだろう。本当はこんな非合法の依頼、もしかしたら罠の可能性も。極度に張り詰めた空気、周囲を威圧する強烈な気配、あれは陶器。依頼書によれば、待ち合わせの場所はまさにここ。依頼人の風貌は青のフードをかぶった形骸の人物。まさかあれが。あなたはもしや依頼を受けてくださった方ですか？あ、ええ、まあ。この声、少女。どうかなさいましたか？いや、その依頼人さんを不快にさせるつもりはないのですが。私から陶器が？自覚なし。マジですか？うん、なるほど。道理でここ数年人に避けられていたわけですね。じあ、いや、これはこちらが不衛生なので匂うかと。気にしないでください。私がお話をしたくてここに来たのですから。それにこの場所はもう随分と匂いがきついですし。本当に話をしに来たんだな。とにかく悪い人じゃなさそうだ。まずは依頼ありがとうございました。本当に。あ、いえ、そんな。
お礼を言われるようなことでは。あなたにとってはそうかもしれません。でも無職の俺にとっては違ったんです。無職、それは職業を持たざる者。発生条件は不明。誰もが生まれながらに宿すはずの才能を与えられず、何をやらせても並以下という覆しようのないレッテルを貼られた社会の弾かれ者。俺は2年前まで異国で働いていました。でも仕事でやらかしてしまって、それがきっかけで職場を、国を追い出されてしまったんです。以来無職が理由で仕事にありつけず、この国へ流れ着いて、今回の依頼も藁にもすがる思いだったんです。だから。無職、なるほど。ちなみに追い出される前はどんなお仕事を？刀剣士です。刀剣士、無職で刀剣士ですか？他と違って刀剣士は資格に職業のふるい分けがなかったので、腕には自信があったんですが。いい機会だったかもしれません。え？あなたが本当に元刀剣士だというなら、手合わせをしませんか？報酬は別途でお支払いしましょう。ほう。は？それってどういう？これを運命と呼ぶのかどうか試したくなってきまして。はあ、ますますわからない。金持ちは道楽にも全力なのか？この依頼を出すのは何度目かになるのですが、そも私の前に現れてくれたのはあなただけでした。そのあなたが職業によって苦しい思いをしたこと、遠い国からこの王都まで訪れたこと、そして剣の腕が立つと自ら口にしたこと、以上が私にとって大事なことでした。あとはあなたの腕が私の想像通りならという期待ですね。勝負あり。今回も優勝の座を奪ったのはこの男、チャンピオン、フーター獲物は私の予備しかありませんが。構いません。例えば俺がチャンピオンから無職にジョブチェンジしたとして、相手の使う獲物が俺の得意武器だ。結局のところやることは変わらない。ほう、相手が降参というか寸止めで勝利、怪我をさせるつもりはありません。あとあまり大声は上げないように、ここに私がいることを王都の者に知られたくはありません。わかりました。では始めましょうか。消え。なんて身のこなし。俺はあなたのお眼鏡にかないましたか？さてどうでしょう。これからですよ。次は右。いた。コンツェシュ、使徒剣でありながらその魅力は長い歯による。やらい、背後。振り返った上で受けますか。それはそれは余裕ですね。この消え方、魔術じゃない。緩急、その極限。小柄な体を生かし、人の瞳を惑わせる抜群の動き。相当な鍛錬を積んだに違いない。だがもう理解した。刀剣士になったのは認められたかったからだ。何をしても並以下という無職のレッテルを覆したかった。自分にも努力次第でできることがあると。ただ
それだけを証明するために俺はステップバックからの一つ凪、知っている。対象の視界を惑わせ攻撃を狙う戦闘スタイル知っている。我流が染みついているが、おそらくはどこかの正当な流派の手ほどきを受けた美しい技知っている。すでに想像以上で、もう正直試しとしては合格なのですが。ですが、ちょっと楽しくて困りましたね。全力でいきます。宮廷我流剣術です。魔法ライラックエムファンギーニ、宮廷我流剣術です。私の技を。俺には職業がない。できたのは愚直な努力、ただそれだけ。鍛錬を積んだ、鍛錬を積んだ、鍛錬を積んだ。相対したどんな強者の戦術も模倣し、肉薄し、上回れるほどに。だけど現実は。ふざけるな！なんだその戦い方は！武器も戦術も相手と全く同じじゃねえか！刀剣士を苔にするのも大概にしろ！そんな、俺はただ。お前はチャンピオンの器じゃねえ、無職のくせに。さっさと引っ込めパクリ野郎。好き。防がれ。相当な鍛錬を積んだに違いない。ならば彼女の鍛錬、その奇跡の先を模倣するまで、宮廷我流剣術グリジュモット。嘘、まだ見せてない私の技を。楽しかった？俺との戦いがですか？それはもう、それは良かったです。やはりこれは運命なのかもしれません。お、試しは上々。いいえ、最上級のものだった。あなたという剣士は無職でありながら、ここまでの実力を練り上げ私と出会った。決めました。あなたを当家の食客として招きましょう。は？条件は私の望む時にこうして鍛錬を共にすることのみ。その他衣食住の全てを保証します。あ、難しいでしょうか？ご入り用でしたらお金は。いやいやいや、そんな恐れ多い。いいんですか、俺なんかで。あなたの価値を私が見込みました。他の者にいいなとは言わせません。それに恐れ多いなんて今更ですよ。え？私はライラックエム・ファンギーニ、この国の第一王女にして都の祭りごとを預かる者です。あ、な、あなたは王女に剣を向けたんですよ。そんな脅しがありますか？私に遠慮して渋るくらいなら、脅した方が早いというものです。さ、どうしますか？いろいろと言いたいことはあるけれど、無職の自分にもできることがあるのなら、こんな俺を望んでくれるというのなら、フータと言います。気の利いたことは言えませんが。伴侶となるわけでもなし、それで構いませんよ、フータ。
冗談めかして笑う少女の表情はとても可憐で美しかった。例えば俺がチャンピオンから王者の紐にジョブチェンジしたとして、コミックス第2巻11月26日発売、少年エースプラスにて好評連載中。